カール・アウグスト・カール・アウグスト・フォン・ザクセン・バイマル・アイゼナハは、ザクセン・バイマル・アイゼナハ公、1815年に、大公に昇格し、ザクセン・バイマル・アイゼナハ大公となった。ザクセン・バイマル・アイゼナハ公、エルンスト・アウグスト2世と、ヒアンナ・アマーリアの第一子として、バイマルで誕生した。1歳の時に、父が急生したため、私的で啓蒙、進歩的、芸術を愛する女性であった母。 アンナアマーリアが殺傷となって広告を統治した。1771年より幼いカール・アウグストの家庭教師となったのはクリストフ・マルティン・ビーラントであった。1774年、カール・アウグストの実定フリードリヒ・フェルディナントの家庭教師となったのは主人クネーベルであった。クネーベルに連れられて若い兄弟はパリへ向かい、途中のフランクフルトでゲーテを紹介された。 これが、カール・アウグストとゲーテの信仰の始まりであった。1775年、ヘッセン・ダルムシュタットハクルートビヒ給生の娘、ルイーゼと結婚。ナ氏ナが生まれたが、成人したのは三人である。また、ナウテの女たらしとして知られ、三人の愛称との間に五人の諸子を設けている。ありがとうございます。